関西ブライダルプレゼンツ婚活ジャパン、はい、始まりました。この番組ですね、大阪、天王寺寺田町にあります、清水谷放送局で、収録配信させていただいています、ネット配信番組、婚活ジャパン、こんにちは、フリーライターの丸野博之でございます。そしてアシスタント、やってやる神戸製薬のマーケティングの阿部です。よろしくお願いします。行きまーす。はい。いや、完成度高いじゃないですか。ありがとうございます。なかなか面白いですね。本日のゲストは、こちらです、はい、関西ブライダルのセミナー担当をしております中山です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして、もう一方。関西ブライダル婚育プロジェクト担当の吉田めぐみです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。結婚といえばですね、やっぱりまあプロポーズ、ですがですね、今回はプロポーズを 99% も成功させる方法のお話、お聞きしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。運命の赤い糸は必ずしもつながってるとは限りません。自分の手でしっかりと掴んでください。そして手繰り寄せてください。ほらね、運命の出会いを。さあ、3回目になりました、関西ブライダルプレゼンツ婚活ジャパンでございます、ではこのコーナー行ってみましょう。関西ブライダルで出会った2人、プロポーズを 99% 成功させる方法とは、このコーナーはですね、関西で大人気の 51.5% の成婚率を誇る結婚相談所関西ブライダルさんが、ご紹介する、99% プロポーズを、成功に導く方法についてですね、講師の吉田さんに、教えてもらおうじゃないかというコーナーでございます。もちろん中山さんもね、教えていただきますが、この方法っていうのは吉田さん、はい、どういうふうにこう研究というか編み出したわけですか。たくさん成功されてる方からのインタビューをもとに、ほう、女性の方も男性の方もいろんな話を聞きつつ、こう心理的なものなどを勉強しながら、おすごい、はい、編み出しました。いや、心理学もちょっと使ってる感じなんですか。そうですね。あと女性の心とはっていうのを、ほう、しっかりこういうものですよっていうのを男性に伝えて、はい、あとは、ね、自信をつけてもらうことを重きを置いてます。ほう、はい、なるほどなるほど。宇宙を感じられますね。そうだね、あのすごい 99% って新型じゃない。今回もね。なるほど、じゃあ女性目線で考えられたということですね。そうですね、最もまあ女の人が最もこう嬉しいプロポーズの方法というものなんですね。そうですね。まあ、実際に実践された方も多い。はい。はあ、どんな感じでこう実践されてどう言われてました。成功してありがとうございますという声がね、あ、多いんですね。はい、あ、背中を押す感じです。そうですね。でもこのプロポーズってしてない方って多いんですか。関西ブライダルで出会って成功された方は、はい、もうほとんどされてますよね。そうですね。やっぱりあの、うん、ご成婚ってなると、うん、あの一応うちではあの成婚の定義っていうのが、まあ、プロポーズをしてもらって、はい、受けて初めてご成婚っていう形になってるので、皆さんあの、まあ、中にはちゃんとした形じゃなかったけど、はい、あのまあ、車の中でね、あの、うん、言いましたとかっていうのもあるんですけど、まあ、しっかりプロポーズっていう形を踏んで、ご成婚なんで皆さんされてますね。あ、うちの会員さんと。僕はプロポーズはイメージ的にはこうなんていうんですか、膝をついてですね、こうなんかこう指輪を渡すみたいな感じなのかなと思うんですけど、うんうんうん、そうですよね。
っぱり女性の憧れがやっぱね、お姫様じゃないけど、あそうかそれこそね、シンデレラ城の前でとかってやってる人もいるぐらい、はいはいはい、まあそこまではね、なかなかできないですけど、うん、あのまあ、あの一応一番スタンダードとしておすすめしているのが、はい、ホテルですね、まあいいホテルにちょっと行ってそこでお食事をして、うん、でその後にあのそこのホテルにあるチャペル教会ですねにあの、まあ、こそっと自分が先に行って、でお店の店員さんにもそれを事前に伝えといて、で女性を後から連れてきてもらう、まあ、食事が終わったぐらいの時にで、まあ、そこで女性は何も知らずにチャペルに呼ばれて、でそこで行ったら男性がまあバラを持ってるっていうようなとこで、ほーすごいな、嬉しい、嬉しいですね。そこでまあ指輪をまあ渡してでプロポーズして、めちゃめちゃロマンチック、いいですよねやっぱりね、うん、はい、そうやって、まあまあ、女性はサプライズが好きですねはあ、はい、そのいろいろここで喋っちゃっていいんですか、そこセミナーで聞かないといけないそうです、ね、まあまあ、あの今後セミナーがあるんですよね。そうですね、あの開催一緒にまた婚育プロジェクトでしていこうと思ってるんで、まあでも他にもちょっとここではまあ秘密にしておきますけど、はい、あのいろんなちょっとやり方で聞いてみたいあるんで、はいはい、まあ、それもちょっと伝授っていうか言っちゃうとあれなんで、はい、楽しみにまた来てもらえたらと思います、はい、日本の男性はねプロポーズの特に日本人って下手なんですよね、そういう演出とか難しいですもんね、その雰囲気作りとか、そういうのはねやっぱできない、そうですよね、まあ、初めてそれこそプロポーズなんてね何回もすることじゃないで、そうですね、みんな初めてでね、うん、そんな1回、まあ、まあそうですよね、まあ、何回もすることもまあ何回かはあるかもしれないですけど、うん、その1回をすることによって今後の人生において夫婦のね、うん、関係がより良くなると思うので、素敵なプロポーズは皆さんしてほしいと思います、うんうんうん、できるんだ、ね、願ってはるんですね、そうですね、夫婦円満のためにも、そうです、それじゃあそのセミナーを聞いたらちゃんと先生からマニュアルがもらえるんだそれを見たら動けるんだ楽しい、うるさいぶったね、親父にもぶたれたことないのに失礼しました。いやいいですよ今日は、うん、もうね失礼しました第3回目に ふさわしいですね、 ありがとうございます。いやマーケティングやってます何やねんそれわけわかんない運命の赤い糸は必ずしもつながってるとは限りません。自分の手でしっかりと掴んでください。そして手繰り寄せてください。ほらね、運命の出会いを。プロポーズを成功させるためのアドバイス、このコーナーではですね、プロポーズを、円滑に進めるためですね、成功させるための、アドバイス、どのようなアドバイスを皆さんされているのかというのを、ちょっとお聞きしたいと思います。どうですか、どんな感じでアドバイスっていうのを男性にされてます？そうですね、うん、まあ、さっき一応スタンダードなあのプロポーズでお伝えしたのが、まあ、食事が終わった後、うん、まあ、ちゃんと食べてさあっていう時にっていうことで今までは、うん、アドバイスしてたんですけど、うん、そうするとやっぱり男性が緊張で料理の味がしなかったって言われることが最近多いみたいなんですね。で、せっかく美味しい料理、やっぱりとっておきの日なんですごく美味しい料理を予約して行ったのに味がわからないと、やっぱりせっかくやからね、味もしっかり楽しんできてねっていう意味で、スタッフでやっぱりまあ、それだったら先にもうプロポーズしてしまって、はい、やることやってからゆっくり、ね、やることやってからゆっくりご飯味わって一緒に食べるからいいよねっていう、男性ばかりが緊張しても多分頭がそのことでいっぱいで、そうか、ね、そうか、いろんな美味しいコース料理とか来ても、はい、なかなか味がしないってやっぱり私もね聞いて思ったけど、そんなに緊張するもんなんやなって思ったりしてね、やっぱり男性がしようと思ったらね、いわば戦いですから緊張しますよ
しますよね。アムロはでもできなかったんでしょ。僕は緊張しすぎて頭の中がいっぱいで出動できなくなっちゃった。出動って言うんや、プロポーズのことを。いや、だ、まあ、だからお花でもまあ持って、うん、で待ち合わせして、うんうんうん、でまあ夜景が綺麗なとこが何かに行ってでプロポーズしてお花渡して、うん、で、ここのあれ撮ってるからっていうので、うん、美味しいご飯を食べると。そうですね、なるほどね、お店撮ってますと。ゆっくり、そうですね、うん、なるほどね。その時にすぐ返事は来るんですか。だったら返事されへんかったら最悪やん。返事がなかったら。まあ、それはね、あのやっぱり相談所に、入会してもらってる会員さんっていうのは、はい、基本的にあのスタッフが間にやっぱりいつも入っての話なんで、介在してるわけですね。ベストサポートさすが関西ブライダル。最初から成婚を意識してのお付き合いが始まってますので。なるほど、なるほどね。もうそこはあの相手の相談所さんとうちの相談所さん間で、はい、あの相手の女性の方は今どんな感じですかっていうのは聞きながら、じゃあもう今プロポーズしても大丈夫そうですかねって聞いて、向こうも、まあ、相談所さんの中尾さんがいいんじゃないかなっていう話をもらえれば、はい、もう、まあ、満を持してじゃないですけどもう大丈夫って。もう仕上げに入るわけ。そうです、まあ、もう半分確約もらった上でなんですけど、うんうん、まあなんでまあ 99% ですね。あ、なるほど、まあ、1% はもしかしたらで何かその後に、まあ、ちょっと心情が変わったることも、まあね、ないこともない。女の人ですから、やっぱり、ね、体調が悪いとかね。そうですよね、生理前とかでも。ああ、そうですか。まあ、その辺は、まあ、何かあればまた連絡、ね、取り合いながら間で、うん、そのために私たちがいてるので、はいはい、だから、まあ、そこはうまいことサポートさせてもらいます。素晴らしい。それ相手の女性になんて聞くんですか。お、プロポーズ今されたらOK しますか。まあストレートに言うとそうなりますけど、でもまあもちろんあの相談所に入ってる方っていうのはもう結婚がしたくて、はい、お互いに入ってるんで、まあまあね、話は早いですよね、うん、そこに向かっていくので、うん、女性もできるだけ早く結婚したいんで、うん、もうまあそれこそ逆に女性の方の方から、うん、もうどういう気持ちなんですかって、早くもうそういう言葉が欲しいと、うん、やっぱ言ってくる人もいてはるし、うん、なんかこう煮え切らないなっていうのは、まあそんな話をずっとさせてもらってるんで、もうそれはもう分かりますよね。もう それはね、そういうことがすごいあのもう伝わってるんで、あとは、まあ、それこそ男性がいつ心の準備ができるか、るいつ覚悟ができるかっていうことの方が多いですよね、女性っていうよりは。照準があった状態でビームブライフが発射できて最高だね。セイラさんのサポートと一緒だ。なるほど。他に吉田さんなんかありますか。やっぱりね、あのホテルへの根回しをしっかり段取りを、ね、はい、組んでいただいてっていうのを大事にさせていただいてます。なるほど、はい、失敗のないように。すごいな。ホテルへの根回しどんな感じですか。まあ、まあ、細かいこと言っても時間とかもそうですけど、あの予約取ったつもりが取れてなかったとかだったらもうそこでね、エネルギー切れみたいなもんもうあの当たり前のことをしっかりやるのと、まあ、根回しさっきあのプロポーズ前だったらあのこのタイミング、まあ、例えば、まあ、このお料理が終わったらあの僕が出ていくんでこうしてって、まあ、細かいことを多分決めとかないと、うんうんうん、どのタイミングで向こうの人もあの行っていいのか分からず、まあ、おろおろみたいな、はい、女性も多分それ見てたら何かなみたいなね、はい、何かあるって思う何かあるのかなみたいなあのその辺はやっぱりあのきちっと決めとくことで当日も安心して何か言われた時でもあのちゃんとできるんで、じゃあその辺の、まあ、段取りもこちらもあのやっぱ何度もそういうお話させてもらってるんで、はい、あの大事なポイントで、はい、あのここは絶対あの押さえとかないとダメだよってこうなるからねとか、まあ、あのいう話させてもらってるのと、あと108本のバラってあのもう大きいんですよ、ね、でかいでしょうね大きいし重いんですよね、はい、重いし赤い赤いに赤いやつの持って帰るのがね、想像以上に女性がやっぱり電車とかになるとこんなん持って帰れないってなったりもするんで、その辺もやっぱ考えてあげて、あの、まあ、それやったらまあ車でね、行ってくださいって送ってあげるとか、その後々のこともちょっとね、あの
まあ根回しに入るんですけど、仕上げないと、ね、こんなん持って帰れないもんね、やっぱりね。あとは宅配便の手配、まあ、そうだからその辺は女性の状況もやっぱりあの一人一人違うんで、うん、そんなんやっぱりあんまりもらってもっていう人も、まあ、中にはいてるんでね、そういう人にはこういうもんがいいんかなとか、うんうんうん、まあみんなが人それぞれ ねありますもんね、うんうん、だからそこはあの個人個人でやっぱりあの、うん、担当のスタッフが、うん、あのお話しさせてもらってるんで、うん、なるほど。指輪はね、そうですね、欲しいですよね、女性ね。あ、指輪ね。そうですね、やっぱ指輪一緒に見に行ってもらったりとか、はい、ついて行ったりとか、そんなのやっぱさせてもらったりしてます。すごいな、すごい、フルサポートや。はい、4月で33年の歴史でしたっけ、ね、関西ブライダルさん、はい、寄り添ってるな、すごいな。まあまあね、会員様に親身になって、そうです、本当にサポートされてますね。素晴らしいです、素晴らしい。はい、まあ、この話の続きはですね、また次回の、はい、配信でということで、なるほどね、プロポーズって奥が深いですが、まあ、結婚したいとかですね、早くご両親を安心させたいと思っている男性のあなた、ぜひ関西ブライダルさんの、99% 成功するプロポーズを実践してみてはいかがでしょうか。以上、本日の特集でございました。運命の赤い糸は必ずしもつながってるとは限りません。自分の手でしっかりと掴んでください。そして手繰り寄せてください。ほらね、運命の出会いを。さて、今回のですね、関西ブライダルプレゼンツ、婚活ジャパン、いかがだったでしょうか。今日の収録は、いかがでしたか、中山さん。もうたくさんちょっとお話できたんで、はい、あのもっともっとあの私たちのしてることしてもらえたらなと思います。なるほど、はい、吉田さんどうですか。はい、とても楽しい収録でした。モノマネも楽しくて。あとセミナーに来ていただけたら、あの男性の方自信をつけていただく方法などを親身になって教えさせていただきますので。なるほど、ぜひとも来てください。素晴らしい。じゃあ楽しんでいただけたということで、では告知などをどうぞ。はい、今度は2020年4月25日にアロマセミナーというものを開催いたします。はい、私あのアロマの JA のアロマコーディネーターも持ってまして、はい、で今あのウイルス対策で、はい、風邪予防のスプレーなどもありますので、おーおーおー、そちらの方、風邪をひきたくない、免疫力を上げたい、はい、そういう方はぜひいらしてください。女性も男性も。なるほど、大歓迎なので。プロが教えるセミナーでございます。はい、2時からです、関西ブライダルにて。はい、お待ちしてます。はい、中山さん。あ、いいですか。はい、どうぞ。はい、4月19日の日曜日に、ホテルニューオータニの18階のスカイラウンジ、綺麗な景色のところで、はい、時間が、午前中ですね、11時からあと2時からで2部に分かれて、はい、あのパーティーします。お、はい、20代30代メインが午前から、はい、40代50代メインが、午後からですね。はい、はい、これはもうその場であの連絡先交換の、お、あの、うん、自由なパーティーになってますので、終わってからデートに行けます。はい、すげえ、はい、そこのまたあのサポートを私たちさせていただきますので、はい、なるほど、します、はい、すごいな、すごいな、まあ、いろいろとね、工夫、創意工夫されて、はい、いろんなことを考えられてるわけですね。はい、なるほど、ではお時間でございます。次回もありますので、お楽しみに。ではさよなら。やってみるさ。運命の赤い糸は必ずしもつながってるとは限りません。自分の手でしっかりと掴んでください。そして手繰り寄せてください。ほらね、運命の出会いを。